淀屋橋バシドナは大阪淀屋橋にある商業施設である。三井住友会場大阪淀屋橋ビル及び淀屋橋三井ビルディング低層階から構成されている。三井不動産がプロデュース三井不動産商業マネジメントが運営する商業施設である。2008年3月に竣工同年5月に開業した。翌年に 第29回大阪都市景観建築賞、大阪府知事賞を受賞。関西随一のオフィス街である淀屋橋の玄関口である地下鉄御堂筋線淀屋橋駅に直結しており、大阪のメインストリートの御堂筋にも面する町のランドマークである。上層階はオフィス、低層階はショッピングゾーンである。働く町から楽しむ町へ。 をコンセプトに掲げており、大人のテイストを持つセレクトショップやファッション雑貨店、飲食店など32店舗が展開されている。三井住友海上大阪淀屋橋ビルは、中央区北浜4丁目に位置する北側のビルで A 棟、淀ド橋三井ビルディングは、今橋4丁目に位置する南側のビルで B 棟とも言う。A 棟は、商業施設部分を除いては、 三井住友海上火災保険の事務所に B 棟は商業施設部分を除いては三井不動産の賃貸オフィスとなる。これらの建築物は大阪市立愛美小学校跡地に建設されており記念碑が敷地西側に設置されている。第29回大阪町並賞受賞作品 -2009 大阪都市景観建築賞運営委員会 2021年2月21日閲覧。淀ド橋橋区第一所市街地再開発事業の都心型商業施設、淀ド橋小戸名平成20年5月30日オープン32店舗決定、三井不動産平成20年3月11日、淀ド橋三井ビルディング、淀ド橋小戸名三井不動産のプロジェクト。ありがとうございます。